手のひらに漢字をなぞってみると物語が見えてきます。雲の流れ、星の瞬き、草原を駆け抜ける動物たち。古の人たちは自然の中で生かされていることを知っていました。漢字はもともと素直に描かれた一つの絵だったのです。その一文字一文字に先人たちのどんな思いが込められているのか、時空を超えてその成り立ちを探る旅に出かけませんか。漢字に込められた物語を紐解いて、古の人の息遣いを感じたその時、生きていくための知恵や勇気を授かることでしょう。漢字って漢字の世界。今日の漢字は帽子、脱帽の帽。8月10日はハットの語呂合わせから帽子の日。立秋を過ぎても日差しが強く厳しい暑さが続く頃、帽子のおしゃれを楽しみましょう。帽という字は幅辺を書き、その横に冒険の帽と書きます。この帽は日差しの日の下に目と書きますが、ここでの日は日差しを意味するのではなく、目の上に覆いをかぶせた様子を表したもの。そこに布や織物を表す部首幅辺を添えて頭にかぶせる布、帽子を意味するようになりました。帽子の帽という漢字の成り立ちのもとは布のかぶり物。その歴史は太古の時代から始まっています。宗教的な意味合いで祭祀の際にかぶったり、地位や身分を象徴するためにかぶったり、寒さ、暑さ、雨風から頭を守るのはもちろん、戦へ出て戦う際の防具としてもかぶられてきました。見栄えを良くするための装いとしての帽子の始まりは、明治維新の頃、西欧の紳士淑女たちがスマートにかぶる姿を目にして以降のことです。かつての武士たちもざんぎり頭になり、それを隠すために帽子をかぶりました。また軍部の制服としての帽子や、エリート学生たちがかぶった角帽に憧れた庶民たちによって、その後帽子が広く普及していったようです。漢字って漢字の世界。今日の漢字は帽。布地を表す幅辺の隣に火の下に目を描く冒険の帽と書きます。この帽の部分は目の上を覆う様子を表し、頭にかぶせる布製品としての帽子を意味する漢字になりました。ではここでもう一度帽という字を感じてみてください。
帽子の帽という字に使われている冒険の帽という字、この部分は覆いを目深にかぶった様子を表すことから、目の前の視界が開けていなくても危険や障害を犯して前へ進むという意味があります。言われてみれば、普段馴染みのない人が帽子をかぶるのはちょっとした冒険のようなものかもしれません。おしゃれにかぶる自信がないという方も多いようですが、紫外線から身を守るためという名目を掲げて、いざ冒険へ。お気に入りの帽子をかぶって残暑の街を颯爽と歩いてみましょうか。3000年以上前の人々からのメッセージ、その思いを受け取って感じてみたら、ほら、今日一日が違って見えるはず。それではまた来週。山根元世でした。